をとって熱中症にご注意ください。では予報です。今日は東北から中国地方にかけて日中は広く晴れるでしょう。四国と九州は雲が多く、九州ではマークにありませんが、夕方からは雨の降るところがありそうです。予想最高気温は昨日より高いところが多いでしょう。続いて週間予報です。明日は北海道や西日本で雨が降るでしょう。東日本は午前中を中心に晴れますが、次第に雲が多くなりそうです。水曜日からは全国的に雲が多い天気が続きます。金曜日は関東から九州で雨が降りそうです。そして最高気温は木曜日にかけて高い傾向が続きます。25度以上の夏日のところが多くなりそうです。お天気でした。